皆さんこんにちは、イナワーク TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回は視聴者の方からリクエストをいただきました。今回のお問い合わせはジータさんからいただきました。ジータさんありがとうございます。では今回のご質問は、ワードの初期設定を自分好みにしたい。私は12ポイントで MS 明朝の初期設定にしたい。それとスニッピングツールで画面を切り替えるときに A とか A とかの文字が表示されて邪魔なのですが、表示されない方法はありますか、というものです。この2つについて今回は設定を変更する方法を解説いたします。まずこの2つの文章を見比べてみましょう。全く中身は同じものが書いてあります。左側は元々の、要はデフォルトといって最初の状態で打ったものですね。これは郵便帳という書体になります。フォントのサイズが 10.5 ポイントになります。それに対して右側はちょっと手を加えて、全ての文字は少し丸い感じ、丸ゴシック系を使っていて、そしてフォントのサイズがタイトル以外は12ポイントというふうに少し大きくしてあるんですね。フォントというのは好みになるんですが、真面目なものであればあまりね、砕けたような丸いコロコロした文字を使うとちょっとイメージ悪くなるんですね。ですが今回のような同窓会のご案内は、楽しいものですよね。そういうものは、真面目でもあるので、どちらのフォントを使っても構わないということになります。ですがよく起きるのはフォントのサイズですね。これは 10.5 ポイントというのが最初のサイズになっているんですが、もしかしたらマイクロソフトは出だしがオフィスワードって言いますよね。マイクロソフトオフィスワードって書いてあると思うんですね。オフィスですからビジネス系というふうに考えていいと思うんです。最近はオフィス365からマイクロソフト365というように改名してきましたよね。もしかしたらビジネスに特化したものからそうではないというふうに変わってきたのかなと個人的には考えています。仕事であればビジネス文章を作成するのに 10.5 ポイントでもいいんですが、文章の文字数が少ない場合、今回のように同窓会のご案内では文字の数がそれほどないんですね。また郵便帳の場合はフォント自体が少し細いと言われています。そんなに文章にたくさんの文字を打つこともないし、また町内会のご案内とか一般の文章で使うことがよくあるという場合は、最初が 10.5 だと小さいので12ぐらいにしたいなという要望って結構あるんですよね。なので今回のジータさんのご質問のように、最初からいちいち直すんではなくて最初から12ポイントにしたいという要望が起きるわけです。では新規作成をした時から12ポイントにしたいというふうに設定を変えるにはどのようにしたらよいかを解説します。新規作成でワードを起動しました。今回はホームタブにあるフォントグループの中のこの右下にある小さいダイアログボックス起動ツール、これをクリックします。するとフォントのダイアログボックスが表示されます。ここでこのようにサイズのところで12ポイントに変えます。この時にこのダイアログボックスの左下にある規定に設定、これを押すとこのドキュメントのみなのか、それか標準テンプレートに基づく全ての文章なのか、いつもワードを起動した時にこのように12ポイントにしたいのかというのを聞いてきます。 OK を押します。操作はこれだけです。こうしますと新規作成をした時に必ずこの設定になります。つまり12ポイントで毎回起動してくるということなんですね。ここでついでにお話をしたいんですが、パソコン教室なら安心だからいろいろやってみたいということで、いろんなボタンを触ることはあるんですが、このボタンだけは押さないでねってお願いしています。
まあお願いしても押しちゃう場合もあるんですが、このボタン規定に設定というのはフォントのタブだけではなくて、こちらの詳細タブ、ここにもあります。その他にいろいろなところにもついているんですね。段落グループの方を開けてみると、ここにも規定に設定があります。いろいろなところに規定に設定というボタンがあるんですね。つまり例えば段落であれば、今インデント00が規定になっているんですが、このインデントというのは、例えば今カチカチしているところが、ここが0時ということになっているわけです。なので例えばマイナス1とかね、するとこのカチカチがこの余白のあたりでカチカチして毎回起動してくるなんていうことが起きてしまうわけです。その他にレイアウト、ここにもダイアログボックス起動ツールがあるので、ここ開けてみると、まあ縦書き、文字の方向が今横になって文字が入力できるようになっていると思うんですが、それを縦書きにした状態でまた規定に設定などを押してしまうと、毎回横書きではなくて縦書きで起動してくるようになってしまうということが起きます。なので今回のジータさんのような質問の場合は、初期設定を12ポイントに変えたいということなので、よくゆっくりね、12として、そして規定に設定をすればいいんですが、これよく見ないでいろいろなところを押した状態で、この間違えて規定に設定を押さないように気をつけましょう。これはこのワードの文章を保存しなければ設定ができないのかというと、そうではありません。この操作をしたんだけれども、その設定が保持されない場合、あるいはその他の設定ができないという場合には、マイクロソフトのサイトをご案内しますので、下の概要欄の方にリンクを貼っておきます。そちらをご覧ください。続きまして、2つ目のご質問。スニッピングツールを使った時に、あとかえという日本語入力のモードの切り替えが表示されて、それをキャプチャーしてしまうんですね。これがいらないなということで、設定が変えられないかというご質問です。どちらかというと、スニッピングツールの使い方ではなくて、日本語のオンオフの切り替えの表示が非表示になればいいというご質問だったと思います。まずご存知のない方もいらっしゃると思いますので、スニッピングツールというのが何かというと、この画面を、スクリーンショットといって、画面の写真をね、撮ってくれるという便利な機能があるんです。サポートが終わってしまった Windows 7、これにもスニッピングツールというのがあります。そのスニッピングツールは代替になった新しいものも出たんで、また別の動画でその辺はご紹介します。それを使ってちょっとやってみますね。スタート画面を押して、スニッピングツール、これ英語になるんですが、 S ではなくて最近追加されたもの、これをクリックして、 Windows のアクセサリーの中に入っているので W を選択します。すると W までジャンプしてきました。この Windows アクセサリーの中にスニッピングツールというのがあるんですね。これをクリックします。すると、まあ、先ほどお話ししたように、スニッピングツールは進化しますとあって、まあ、切り取り&スケッチというのに変わりました。ジータさんも、もしこれを使っていないようでしたら、これを使ってみてもいいのかなと思います。まあ、今回、まあ、新規作成でこうやってみたときに、この画面、あとか A が出てしまうんですよね。これをキャプチャーしてしまうので、ちょっとやってみますね。こういう風にドラッグをすると画面を写真に撮ってくれます。こういう風になっちゃうから嫌だなっていうお問い合わせですよね。まあ、これはスニッピングツールの使い方になるので、今回は閉じてしまいます。いいえにして画面を閉じます。ではどのようにするかというと、今回はスニッピングツールの使い方ではなくて、この日本語モードのあとかえの切り替え、これを非表示にするということです。その方法は画面の右下にある
この日本語の IME というもの、今マウスカーソルが何もどこも指していないので、ここが×になっていますよね。なのでどこでもいいので、今回はじゃあこのアドレスのところ、ここをカチッと押してみると、この日本語入力のあというモードに今反転してきました。ここで右クリックをします。この表示された中にプロパティというのがあります。プロパティというのはこの詳細っていう意味ですね。詳細設定をプロパティを開けます。するとここにマイクロソフト IME の設定があります。この下の方にある IME 入力モード切り替えの通知、この画面中央に表示する、これがチェックが入っているんですね。なのでこのチェックをもう一度押すことで外して、この中央には表示しないように設定をします。 OK ボタンを押します。では実際にもう一度スクリーンショットを撮ってみたいと思います。ここから W を押して Windows アクセサリーからスニッピングツールを選択します。では新規作成をクリックします。するともうこのようにアートか A が表示しないようになりました。ではこのようにして画面のキャプチャーを切り取って、そして保存をしたりして使っていただければと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。動画のリクエストに関しましては、このカードって言って、この右上の方に i のマークがありますよね。そこを押していただければオフィシャルサイトの方にジャンプすることができますので、そちらの方を使っていただけると嬉しいです。必ず全員の方にお答えできるわけではないんですが、なるべく多くのご質問に答えていければいいかなと思います。これは私自身も勉強になりますので、ぜひ遠慮なくしていただければと思います。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしたいと思います。ごきげんよう。またねー。